茨城県つくば市出身の水木夏実です。どうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。本日は水木夏実の、新曲、キャンペーンということで、皆様ようこそお越しくださいました。ちょうどね3時のおやつ、こんなにお忙しいお時間にね、こうしてお集まりいただきまして、こんなにたくさんの皆様、本当にありがとうございます。そして鈴木楽器店様もいつもいつもお世話になっております。お招きいただきましてありがとうございますありがとうございます。はい、さて、あ、はい大丈夫さて本日1月27日水木夏実待望の新曲が発売になりました。よっ、ありがとうございます。つくばの風、あ、ありがとうございます。すみません、お父さんいつもありがとうありがとうございます。え、本当早いですね、今日。ありがとうございます今日からね、本当に、水木夏実の新曲がやっとね発売されたわけですけれども、茨城県つくばで生まれ育った男勝りで負けず嫌いの女性がいますで、男勝りで負けず嫌いの女性、大好きな地元、そしてたくさんの皆様に支えられて、本当は泣き虫なんだけど、泣くな泣くなと言い聞かせながら夢に向かって前に進んでいくという、そんな一曲になっておりました。